神と奴隷の誕生公文とは、電撃文庫より刊行されている、宇野牧人による日本のライトノベルである。差し絵担当はキクラゲ。2010年5月より刊行されている。全3巻。世界と世界が意図的に互いに干渉、支配することが可能になった世界。そんなことが知られていない世界、絵流ゼ。そこでは、額に角を持つ遊覚種が翼を持つ、 有欲種に侵略されていた。配色が濃くなっているくじ軍に対し、国民の命と引き換えに、君主セレイの首が切られようとしたとき、一人の若き神が舞い降りた。失った友と交わした、これ以上他世界の歴史を壊させないという約束を果たすために、突然現れた存在に不信を抱き、意見が衝突するセレイ。しかし、彼の語る干渉の恐ろしさを知り、 次第に組みするようになる。こうして、神と奴隷の誕生構文が幕を上げる。複数の世界が同時に存在する、いわゆる多元宇宙。2010年5月と箇所班 ISBN978 から4から04から868,551から。 12010年10月10日初版 ISBN978 から4から04から86万8973から12011年1月10日初版 ISBN978 から4から04から87万232から 4? ありがとうございます。